ジウムの3つの太陽が誕生するところも見た。でも君の瞳の輝きには何一つかなわない。ガルマーニの下着姿も最高だ。バークは君にふさわしくない。あいつは卑怯者で こじくだけだ。ああ、早くドアを開けておくれスイートハート。こしくだけ。だけおい、サンキュー。あんまんまんいつものと違うぞ。エド、被告はタイプアルファ禁止条項を全く無視して危険な異物を宇宙空間に意図的に破棄した上にレベル17の環境破壊を引き起こしております。よって被告人エドは有罪。自ら引き起こした被害を元通りにすることを命ずる。司令官、もし容器を回収できれば解毒剤も開発可能であります。我が特別部隊は完全にしてパーフェクトな艦を要しました。まず第一にポイントアルファ被告人の乗ったカプセルを発射、次にポイントベータ、容器の回収、最後に、ポイントアフベガンマカプセルはマザーシップに帰還。任務完了。完全にしてパーフェクトなプランであります。ロボットアーム始動準備。5 4 3 2 1 0
とは自分で何とかしろ。容器を回収してくるんだ。分かったか？容器を回収してくるんだ。